リオホテルズは不動産運用会社リオホールディングスのグループ企業が主に北海道と首都圏で展開しているビジネスホテルチェーン。1966年に北海道札幌市でギフト用品販売会社として株式会社金友として創業。1987年にビジネスホテル事業に進出し、帯広市にホテルパコ帯広を開業。 同業他社に先駆けて天然温泉の大浴場を併設したことで差別化を図り、1990年代には、釧路、札幌、旭川、函館へも進出し、ホテルパコチェーンを形成した。JR 北海道の社内市や釣り広告、ローカル CM など、北海道民と来道者に向けた宣伝を長らく展開しており、成功ーマートと同じく、 北海道内では、知名度が高い企業であった。しかしながら2000年代に入り、ルートインホテルズ、東横インスーパーホテルなどが、相次いで道内各地に新築ホテルを開業したことで、価格競争が始まり、収益が徐々に低下。2004年に、ホテルパコジュニア、札幌ススキノの不動産を、県コーポレーションに、2005年に、帯広市、旭川の不動産を、 ゴールドマンサックスへ売却し、リースバックによる運営に切り替えた。天然温泉を備えた高級志向のビジネスホテル、ラビスタが進出した釧路と函館は、日帰り入浴施設並みの天然温泉大浴場とリラクゼーション設備を備えた新館を2008年から2010年にかけて竣工させたが、不動産証券家で外部から建築費用を賄う目論みが、 リーマンショックの影響で頓挫し、建設費用の負債を抱えることになり、経営を圧迫するようになった。2010年には、開業間もない新館を用していたホテルパコクシロー新設会社の株式会社経由へ、分割承継した。2012年に、全室のゴールドマンサックスに不動産を売却した、帯広市、日川の所有権が、県コーポレーションに譲渡 同社と、金ともと県不動産リースの、合弁会社株式会社北海道 PK、ホテルマネジメントへ運営も移管され、プレミアパコに解消した。2015年3月17日付で、宿泊価格競争の激化などを背景に資金繰りが悪化したことを理由に、函館、帯広、釧路、北見のホテルパコを運営していた、金ともと県有は、 東京地方裁判所へ民事再生法の適用を申請し倒産。金友の負債は約72億5000万円。経由の負債は約26億5000万円。リオホールディングスが再建スポンサーとなる。プレミアパコは県コーポレーションの資本家へ移っていたため、報道直後にホテルパコグループとは関係ない旨の告知が、 プレミアパコのホームページに一定期間掲載された後、県不動産リースのビジネスホテルブランド、プレミアホテル、キャビンマイナスへ統合され、無関係となっている。リオホールディングスは、金友の支援前より、ホテルの運営を行っていたことから、再建スポンサー内定後より、リオパコホテルズ名称で、チェーンが統合された。 ホテルパコは金元と経由による経営が継続されていたが、2016年にリオパコホテルズが金とと経由を九州合併、2020年8月にリオホテルズ、北海道へ解消するとともに、チェーン名をリオホテルズに改名、2020年に株式会社リオホテルズが設立された。道内、本州はプレミアパコとして営業していたホテル。 ありがとうございます。